白いウサギと黒いウサギ。白いウサギと黒いウサギ、2匹の小さなウサギが広い森の中に住んでいました。毎朝2匹は寝床から跳ね起きて、朝の光の中へ飛び出していきました。そして一日中一緒に楽しく遊びました。馬跳びしない？と白いウサギが言いました。うん、しよう。黒いウサギはそう言うと、ぴょんぴょんのぴょーんで白いウサギの背中の上を飛び越えました。ぴょんぴょんのぴょーん、今度は白いウサギが黒いウサギの上を飛び越えます。しばらくすると黒いウサギは座り込みました。そしてとても悲しそうな顔をしました。どうかしたの？白いウサギが聞きました。僕ちょっと考えてたんだ。黒いウサギは答えました。それから2匹はひなぎくや金峰毛の咲いている野原でかくれんぼをしました。かくれんぼに飽きるとどんぐり探しをしました。しばらくすると黒いウサギはまた座り込んで、とても悲しそうな顔をしました。どうしたの？白いウサギが聞きました。僕ちょっと考えてたんだ。黒いウサギは答えました。それから2匹は黒いちごの茂みの周りでぐるぐるかけっこをしました。そのうちにくたびれて喉が渇いたので、泉までぴょんぴょん駆け下りていって、きれいな冷たい水を飲みました。泉のそばでも黒いウサギは急に座り込んで、とても悲しそうな顔をしました。どうしたの？白いウサギが聞きました。僕ちょっと考えてたんだ。黒いウサギは答えました。その後2匹はひなぎく飛びをして遊びました。クローバーくぐりもしました。私お腹が空いたと白いウサギが言いました。そこで2匹は遊ぶのをやめて、タンポポをたくさん食べました。しばらくすると黒いウサギは食べるのをやめて、また悲しそうな顔をして座り込んでしまいました。どうしたの？白いウサギが聞きました。僕ちょっと考えてたんだ。と黒いウサギは答えました。さっきから何をそんなに考えてるの？白いウサギは聞きました。僕願い事をしてるんだよ。黒いウサギが言いました。願い事って？白いウサギが聞きました。いつもいつもいつまでも君と一緒にいられますようにってさ。黒いウサギは言いました。白いウサギは目をまん丸くしてじっと考えました。そして、ねえ、そのこともっと一生懸命願ってごらんなさいよ、と言いました。黒いウサギも目をまん丸くして一生懸命考えました。そして心を込めて言いました。これから先いつも君と一緒にいられますように。本当にそう思う？白いウサギが聞きました。本当にそう思う。黒いウサギは答えました。じゃあ私これから先いつもあなたと一緒にいるわ、と白いウサギが言いました。いつもいつもいつまでも？黒いウサギが聞きました。いつもいつもいつまでも。白いウサギが答えました。白いウサギは
柔らかな白い手を差し伸べました。グウサギはその手をそっと握りました。それから2匹はタンポポの花を摘んで耳に刺しました。2匹のこの幸せな様子を見に他の小さなウサギが大勢やってきました。みんなは黒いウサギと白いウサギを囲んで輪になって結婚式のダンスを踊りました。森に住む他の動物たちもダンスを見にやってきました。そして一緒に踊りました。明るい月の光の中でダンスは一晩中続きました。こうして2匹の小さなウサギは結婚しました。2匹は大きな森の中で一日中一緒にタンポポを食べたり、ひなぎくとびやクローバーくぐりやどんぐり探しをしたりして楽しく暮らしました。それからというもの、黒いウサギはもう決して悲しそうな顔はしませんでしたって。